ロック競争はサラブレッド系4歳500万条件ダート1200メートル16頭です。向こう上面の左手芝ダート両馬場枠入りあと4、5頭です。昇山力王ドアノックダンサーそして息吹キャラクター最後外16番ゲートサウンドカスケード向かいます。係員離れました。スタートしました。16頭これから先行争いですが山人カラフルあるいはパリスアルフ好スタートを切りました。3番手集団蓬莱カップサウンドカスケード内から3ウィンと先行していきました。さらには中をついて大気シャトルフィッシュバスター内からはエイシンヒューロンの体制です。昇山力は前から6、7番手イブキキャラクターを追い上げていきました。あとは中段にエイシンフルトンその後は後ろから4、5番手ピュアレディが追走で後ろから4番手エイシンコロンバスあとはフィールドデンデンデンで800を通過後ろから2番手にドアノックダンサー最後方にゴッドシェーバーです。3コーナーのカーブに入ってまもなく 3,4 コーナーの中間エイシンヒューロンエイシンヒューロン待機シャトル600を通過スリーオインが現在3番手その後は一馬審査シバスターヤマニンカラフルあるいはパリスアルフ中をついてイブキキャラクター接近していきます。その後は蓬莱カップは前から6、7番手その直後にはサウンドカスケード400を通過これから直線コースに向いてまいります。逃げるエイシンヒューロンを巡りまして外から待機シャトル追い込んで抜けるあるいはシバスター外からグイグイとパリスアルフ4頭広がっている追い込む勢からエイシンフルトンが現在 4,5 番手の一線待機シャトル待機シャトル先頭フィッシュバスター追い込んでくるあるいは中をついてエイシンフルトンパリスアルフ外からサウンドカスケードもグイグイと追い込んできた100を通過先頭は待機シャトル待機シャトルエイシンフルトン外からサウンドカスケード外からサウンドカスケード待機シャトル振り切ったが今降臨外にはサウンドカスケードそしてエイシンフルトン時計1分12秒に3番の待機シャトルどうやら振り切りました。京都競馬第6競走4歳500番条件の競走はダート 1200m見応えある叩き合いが続きました。ゴール前3番の待機シャトル